よっしゃ、用意しよう。やるか。あー、ちょっとドキドキする。怖い料理。さて、行きましょうか。ちょ、コメントが見えてないんだけどさ、許してよな。万音の彼のさ、裏に大体書いてるからさ。痛める？話になってきたな。まずは、ちょっと待ってよ。これメニュー表なんだ。これのね、大切なメニュー表なの。何油って。油、お前、いや、じゃあ油は肉の油で大丈夫。油は肉の油で代用します。まずは炒めましょう。はいはいはい、 OK。 まずはお肉をカットします。で、まずは、待って、まず肉からでいいんだよね。肉からだよね。OK。まずは肉からいかしていただきます。お肉をどんぐらい切るのかがわかんないんだけどさ。いや、でもこれこのままいけないかな。ちょっと切った方がいい。まあ、そりゃそうよな。まな板が切れるわな。まあ、いいわ。しょうがない、これは。今日のカレーのためだ。まな板も切れちゃうよね、そりゃ。いや、これこのままいけるくないか。ちょ、待ってよ。なんでもらおう。はい。ちょっと待ってよ。俺肉焼いたらどこに置くんだ。これ洗います。ちょ、今日まな板をお皿にしてね。ちょ、これしょうがない。これは今日はもうしょうがないから、あの大皿1枚しかないんで、一回これを使って。なんか水が出てきたな。はい、じゃあ肉から焼いていきます。はい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 。これめちゃめちゃくっつくんだけど。あ、でも脂身をこう、これめちゃめちゃくっつくんだけど。これでお芋焼ければいいよな。めちゃくっつくんだけど、すごい。なんだ、やっぱちょっと引っ越してよかったな。俺料理配信とかすんの夢だったんだよな。どんどんレベルアップしていくから見とけよ。最初なんてみんなこんなもんよ。この無様な姿を残しておくわけよ、映像に。多分何もかも間違えてるんだろうけど、人は成長するから。なんて言ったってそれがすごいんだ。1年後の配信でさ、振り返り配信よ。1年経ったね、スタンミ。その時にさ、あの時お前カレーこんな失敗してたやぞ、ゲラゲラゲラってクリップ見て笑おうぜ。その時は俺モコミチみたいな料理作ってっから。いや、こんなに 100% 待って、塩コいらないよ。塩コショウは合ってるから。ちょっと順次郎さ、コメントで何換気扇って。換気扇危ねえ、危ない。それで全部言って、これどうやってつくの。電気ついた。これ何、これ24って何、これなんだ。あ、ついた、つきました。やっぱ鍋さ、ちょっと生きった鍋買おうと思ったんだけど、やっぱこういう安パイな鍋っていうか家庭にありそうな鍋の方が好きだ。見てほら、もううまそうじゃない。これ塩コショウでもううまいやん。悪くないでしょ、映ってる。で、これ一回まな板の上に置きますね。ちょっと汁が、大丈夫か。OK。で、これ油が乗ってるんで、ちょっと待って、人参って無理じゃねえか。
いやー怖いな、厳しいかな。いや無理だな。あでも無理かな。一回ひげ剃り試していいですか。これごめんなさい、ごめんなさい、ちょっとね、あのね、補足を言ってからできない。スタミジャパンはふざけてません。これふざけてません。これ本気ね。無理だった、無理でした。じゃあ人参ちょっと諦めで、今日は残念だけど野菜なしです。じゃがいもも剥けません。玉ねぎっていけるのか。玉ねぎってピランガしてもいける。ちょっと待って、玉ねぎ玉ねぎを剥いたとして何できるか知ってる？これどうすんだ。ハサミでワンチャンいけなくもないか。どこからが玉ねぎなのかわからない。ねえ、一生剥けるんだけど、こいつどうしたらいいの。こいつ、こいつすごい。ねえ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 、こいつすごいよ。どこからが玉ねぎ、一生剥けちゃうんだけど。でどうすんだ。いけなくもねえわこれ切るわ、これ切れ、これこれこれ、こっち切ります。なんだ全然切れねえ、ほら問題なくいけるじゃん。ちょっとまな板が今日は皿になってるんで。あ怖え、マジで怖いな、怖いな。ちょっと定期のように集中します。怖え。まな板が皿になってんのが、もうなんでこんな滑るの。まな板を皿にするな。玉ねぎがしんなりするまで炒めちゃいましょうと。なんだ料理って包丁いらねえんだ。なんだよ勘違いしてたのね。いらないんだ。なんか思ってたのと違うな、料理っていうのは。身近にあるもんだな。はい、じゃあ玉ねぎを炒めます。ついにしんなりするまでいきましょう。ちょっとこっちだと映んねえか、こっち映るか。君たちが俺の料理を見たいと思ってね。いや冷蔵庫にないとまずいな。ちょっとこれをさ、ベランダに出してくるわ。一回人参とかダメになっちゃうからさ、暖房効いてて。ここちょっと出してくるね、ちょっと待って。よし、あとここからゆったりしていきます。もうかなり硬いんでね、玉ねぎの皮なんで。しんなりするまで待ちましょう。全然食えそうなさ、玉ねぎの色になんないんだけど。になったらなるんだよ10年使った鍋みたいになっちゃった。新品だったのになんでこんなになっちゃった。熟練の中古鍋みたいになっちゃったんだけど、かわいそう。鍋がな鍋がマジでかわいそう。
最初に買った鍋はさ、やっぱり最後まで使いたいよな。これ記念だからさ、これ包丁も買うけどさ、まずは小学生用のさ、あのプラスチックの包丁買うと思うの。その次の包丁は生涯使っていきたいよね。よっしゃ、オッケー。お水を入れていきます。アクを取り、具材が柔らかくなるまで煮込む。沸騰時間、沸騰後約15分。そんなにか、オッケー。大丈夫か？大丈夫か？あ、だい、おい、おい、これ大丈夫か？これ大丈夫？ね、ちょっと待って。なんか周りにある焦げがさ、洗浄されていってさ、なんかさ、これ合ってる？この色、水。見えてる？これちょっとダメだな。ちょっと待てよ。一回鍋洗うわ。これどうしたらいいんだ。はあ、待てよ。皿があるだろ。え、ママちょっと待って。ママなんでよ、言ってよ。泣きそうになる。すごい。俺がこういうことをすると見越して、おい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 、ちょっとマジで泣きそうになった今。危ねえ。これはちょっとなんかあれね、伝わんないと思う。どう伝わんのかな。普通になんか家族愛を感じたな今。愛を感じたな。沸騰するまで煮詰めますと。悪くない、手際いいな。よし。え、水の量って測んの？え、どうすればいい？ちょっと待って。あのさ、4人前で水が 1400ml って書いてあるから、これどうしたらいい？呼んで割れたらいい？ちょっと待ってよ。ちょっと待って。一回測る。これ200ぐらいでしょ？これ200ぐらいだ。なんでこんな濁ってるんだろう。なんかおかしい。で、こんぐらいだ。OK！あ、肉も入れるの？肉も入れるのね。え、本当だ。オッケー。し、大丈夫？問題ない？ちょっとグツグツいってきました。ルーは何個入れるか？一箱って言ってるけど、これ一箱に何個入ってるの？は？別にもう開けちゃっていいのか？おいおいおい、そういう、そういうことなんだ。初めて知った。じゃあ開けちゃダメじゃん。こうか。最初から割れてるわけじゃないんだ。だとすると 1,2,3,4,5,6。 はいはいはい、これだけしか今回は使いません。変化しましょう。なに、火を止めて入れてください。なんで？意味がわからないと学べないから、人って。なんで焦げるんだ。ルーが溶けるの？焦げるの。あー、なるほど。すげえな、料理って科学や。はい、で、これ混ぜちゃっていいんだよね。
てか白いシャツ着てんのやべえなこれ。合ってるよね、合ってるかちょっと確認しに行かないと。何が ちょっとコメントちゃんと、何ちょっと待って、ちょっと待って、俺賛成間違った、俺こそっか、12皿分で1箱12かけらなんだ。ちょっと水足すわ、水足します。これ誰かうち来る、カレーパーティーする、俺とこれ俺んちでカレー食べる、一緒に。全然あいいけど、水足します。カレーパーしようか、まずいなマジで。とろみが出てきました、とろみがとろみが出てきました、とろみが出てきました、ちゃんとカレーです、嬉しい嬉しい、え、めっちゃ嬉しい、あ、めっちゃとろみ出てきてる、え、すごくカレーなんだけど、香ばしいし、匂いねえ、ちょっと味見いこうかしら、ちょっと味見いかしてもらおうかしら、あーでもシャワイか、ちょっとまだか、ちょっとまだ煮立たせます、これもうちょっと待とう、で白い洋服着替えます、白い洋服を着替えます、これがちょうどいいやん、こんなカレー食べるための服があった。いくらこぼしてもいいぞ。もうこれで行かしていただこうか。これは愛が詰まっております。家族今までありがとうですね。こんなに作るのが大変だとは知りませんでした。次はご飯に差し掛かりましょう。佐藤のご飯買ってあります。これね、佐藤のご飯買ってあるんで、は？おい、マジか。おい、マジかよ。これしかなくない？え？これしかないよね。俺、ご飯で遊んでるって叩かれるぞ。ちょっと行きます。近いよ、もうなんでこんなに。あー、待って待ってね、待ってね、ねえどうしたらいいと思う、ねえどうしたらいいと思う、これマジアドバイスが欲しい。レンジねえよ、レンジねえからやって、湯煎しないといけないの。米をこの中に水を入れてね、水張ってこれをぶち込まないといけないんだけど、カレーがあって邪魔だからこの中に入れないといけないの。それ以外ある方法？これね、多分ビビってるから入んねえんだ。勢いよく行くわ。マジかよ、もうな。行ってくれ。
で、はい。で、沸かします。で、砂糖のご飯湯煎するの俺初めてよ。どうすればいいの？フィルムを剥がさずにこの面を上にして鍋の蓋をせず15分以上加熱。よいしょで、砂糖のご飯だけはちょっと糖質がね、多いんで、麦のご飯も買ってきました。はい。こいつも湯煎15分と。はい。あー、今日の録画は、消すか？ちょっと。あれだな。なんか菅原家の恥だわ。うちのお父さんがさ、サラリーマンでしょ？うちの おじさんがさ、あの小学校教師でしょ。うちのおじいちゃんが高校教師なんだ。それから生まれました息子はこれやってると菅原家の恥になっちゃうから、まあビデオ消します。すいません、もう見れることはないです。この第1回目はそろそろいいんじゃねえか。多分いけるでしょう。ちょっと下のやつだけ救出。うん、うん、ほう、悪くない。嘘だな、あ、これどうだ、あ、うん、いけるいける。さーて、まずジョッキのカレーから。おい、おい、うおすげえ、俺が作ったんけこれ。おいじゃあ、じゃちょっといただきます。すいません、いただきます。なんだ、料理できんだ。ちょっと硬いか、ちょっと硬いか。ちょっと硬いな、形が。めっちゃうまい。あー、うまっ。自分で作ると味が格段に上がるって本当だったんだな。マジで美味しいじゃん。料理配信たまにしよう。こりゃいいわ。幸せ、美味しかった。ごちそうさまでした。大成功じゃない？ねえ。